もうゼロからのスタートで、うん、何も知識もないしスキルもないっていう状態だったんですけれども、うん、ラブスタに入ったことによって生徒さんの数が今5名、トータル売上はまあ55万っていうところになってます。皆さんこんにちは、うちの舞です。今日はですね、活躍中の講座生にインタビューということで、ラブスタイリスト4期卒業生のあやかちゃんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃああやかちゃんから簡単に自己紹介をお願いします。はい、ラブスタ4期の井上あやかと申します。私はママの人生を取り戻すカウンセラーとして、夫婦仲だとか、あとモラハラ夫に悩んでいるママとか女性に向けて、夫婦仲改善の講座を提供しております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。いや、まあ、あやかちゃんのインスタグラムのストーリーズの本当ファンで、嬉しいです。もともとさ、モラハラがすごかったじゃない、旦那さん。そうなんです。そう、でも最近ってなんか本当お出かけの時にね、なんか旦那さんがお小遣いくれたり、うん、ね、一緒にあやかちゃん、ね、あのディズニーランドに行きたいって言って、でもいや俺は行かんみたいな感じだったのが、旦那さんの方からあやかちゃんに行くって言ってくれたっていう、そう、めちゃめちゃね変化をしてるっていうことで、はい、ありがとう。ね、え、今日はね、あの本当に夫婦関係もビジネスもすごく、あのもうめちゃめちゃブラッシュアップしまくっているあやかちゃんにいろいろ聞いていきたいと思います。ありがとうございます。お願いします。まずあやかちゃんがラブスタになんか入ったきっかけって何だったんだっけ。きっかけは、ラブスタに入る前の状況として、私が会社員として12年間勤めていたんですけれども、うんうん、あの2人目の育休復帰をした時に、もう家庭と仕事の両立っていうのがもう物理的にできなくなってしまって、うん、でその時に心を病んでしまったんですよね、うん、でその時の夫婦仲の状況っていうのも、もう最悪で離婚寸前だったんですよ。でもうお金もないし職もないし愛もないしっていうところで、本当にもう34年間生きてきて、もう人生どん底の状態だったんですけど、そこから私は自分のためにこれから生きたい、私は自分で幸せに、自分自身を幸せにしていきたいっていう思いがあったからこそ、もう旦那さんがいなくても、うん、子供たちと3人で生きていくぞ、うん、稼ぐぞっていう思いでいたら、うん、ストーリーズになんと舞さんが出てきて、うん、で過去の痛みを愛に変えて恋愛コンサルタントになるっていう、うん、その文字を見て、うん、あ、ここだっていう風に直感的に感じて、うん、もうすぐに説明会に申し込み、うん、そこで、まあ、あの青葉さんっていう2期の先輩になるんですけれども、その方からお話を聞いて申し込みっていう感じで申し込みに至りました。はい、はい、すごい。でそこからのね、もう参加してからの飛躍がすごかったんですけど、まずね、そうやってさ、あの最初にお伝えしたように夫婦関係がねすごく良くなったっていうところとか、ビジネス的にはどんな風に変化がありましたか。もうゼロからのスタートで、何も知識もないし、うん、スキルもないっていう状態だったんですけれども、うん、ラブスタに入ったことによって生徒さんの数が今5名抱えている状態で、うん、トータル売上はまあ55万っていうところになってます。すごい、ありがとうございます。ゼロからスタートしてラブスタ参加してからね、トータル55万円売り上がったってめちゃめちゃすごいことだよね。まずマイさんのおかげです。ラブスタの環境のおかげです。そうやってね、なんか本当にパートナーシップもビジネスも良くなったっていうところなんですけど、なんかラブスタのこういうところが良かったなとか、あやかちゃん自身がなんかこういうことしたから、なんかそうやって変化したんじゃないかなってポイントありますか。まず、うん、本当に環境の大切さっていうのを身をもって実感をしていて、うん、やっぱり一人だったらここまで、なんだろう、頑張り続けることってできないなって思ってます。もう仲間がいて、その仲間がもう頑張る姿とかを見て、もう一回ダメだなって思ったとこから這い上がってまた頑張るとか、うんうん、それをもうなんか繰り返してきた結果だなっていう風に思ってるので、うんうんうん、自分一人ではできないことをみんなで頑張る、そんな環境がラブスタだなって思ってますね。みんなめちゃめちゃ仲いいのと、うん、なんかさ、ずっと上がってるってことないからさ、うん、上がってる人が支えて、なんか落ちてる人がなんかその支えてもらってっていう、なんかお互いの循環がねすごくこう
なんだろう、気持ちよくね起きてるなっていうの思うよね。いや、そうなんです、ね、なんかそれ弱さも出せる、うん、自分が今こういうふうに悩んでて、うん、どうしたらいいか分かんないっていうことも言える仲間がいるってすごく支えでした、ね、はい、安心安全な環境って女性にとっては本当に成長していく上でね絶対必要なので、うん、そこ大事ですね。はい、あと私ラブスタ以外にもセルフラブっていう舞さんが主催されてた講座に入ってたんですけれど も、うん、もうそこで本当にあり方の大事さ、うん、自分をさらけ出してもいいんだっていう、うん、なんだろう、解放というかね。そうです、うん、解放感の安心感っていうのがもうすごく今のビジネスに生きているなっていう風に感じています。そこがなかったら、うん、多分今の売り上げとか結果っていうのはついてこなかったですし、うん、心も折れていた途中でもう諦めようって、うん、どうせ私はできないっていう風にシフトにしちゃって自らなんか折れてたなっていう風に今感じます、ね、うん、なんか本当に起業とかも学んでるけど結局そうやってあり方の部分が一番自分に影響を起こしてたなって、もうそれが本質じゃんね。本当にそこがないと続かないです、ね、うん、絶対的に。まやかちゃん自身もやっぱね自分が悩んできたからこそ、パートナーシップもそうだし仕事もそうだし、なんかこの先の人生どう生きていくんだろうみたいなね、行き詰まった感じを経験してるからこそね、なんかこれからなんかその女性たちにそうやって昔の自分みたいな方たちをサポートしたいなってすごい熱量はね高いから、なんかそこがね今叶えられて本当に良かったなって思います。本当、ね、過去の痛みを愛に変えることができました。素晴らしい、ありがとうございます。はい、それでは今日の動画は以上になります。あやかちゃんありがとうございました。ありがとうございました。それではね、ラブスタイリストに興味持ったよって方とかは概要欄をご覧ください。そしてね、あやかちゃんの活動内容知りたいなとか、私もなんか夫婦関係とかパートナーシップ悩んでるかもみたいな方はぜひね、概要欄のあやかちゃんのインスタグラムから活動内容をチェックしてみてください。それでは最後までご覧くださってありがとうございました。ありがとうございます。はい、動画最後までご覧くださってありがとうございました。今ですね、恋愛や婚活相談お仕事にしたいという方のために、恋愛コンサルタントになる方法という動画をプレゼントしています。恋愛婚活相談って本当にその人の人生を変えるぐらい、めちゃめちゃなんかお客様の幸せっていうところにコミットする素敵なお仕事だなと思っています。お客様を幸せにしながら自分自身も豊かになって恋愛婚活相談で活躍する方法という、ね、動画をプレゼントしているので概要欄からメルマガにご登録ください。